街には必ずメインストリートがある。県内21市町にあるいろんな街のメインストリートを巡り、その歴史や魅力をお伝えしていきます。今回は長崎市中心部メガネ橋の近くにあるメインストリートへと向かいますよ。今回のメインストリートはこちら、アルコア中通り。お店がたくさん並んでいて、人通りもね、とっても多いというイメージですよね。どんなお店があるんでしょうか、行ってみましょう。長崎市の中心部にあるアルコア中通り、およそ400メートルある通りの中には商店や飲食店、婦人服店など多種多様な120店が軒を連ねています。中通り商店街振興組合の代表理事、近金さんにお話を伺います。いつからある通りなんですか？文献なんかにも入れますと、諏訪神社がねできてから参道として栄えた通りとしてはですね、400年。400年、すごいですね。この街灯もすごくおしゃれ。はいはい、2000年にですね、メガネ橋をねイメージして作られたそうです。やっぱ近いからですね、メガネ橋とともにね栄えてますから。メガネ橋に行かれてこちらに来る方も多いですか？そうですね、今特にインバウンドの方とか観光客多いですね。アルコア中通りのアルコアってどういう意味なんですか？これはですね、オールコアといって、オールコア、全ての中心という意味だそうですね。それとアルコアもかけてるんですよね。アルコア、なるほど。ですね、はい、アルコアがこれですね、オールコア、はい、そうです。キャラクターは、はい、コアラちゃんですね。はい、なんて言うんですか？アルコアライメージキャラクター、かわいい、アルコアラ。そうですね、早速アルコア中通りを散策してみましょう。そんなにね、道幅は広くないんですけれども、両脇にたくさんのお店が並んでますね。そしてアルコア中通りといえば、荒木かつお節店。通りのお店がオープンする前の朝7時から営業している和風だしの専門店、荒木かつお節店。花かつおや各種削り節などの製造や、だし昆布、焼きあごなどを料亭や割烹店などへ卸しています。削ってます。今削ってらっしゃるのはどこのカツオになるんですか？鹿児島の枕崎です。やっぱり一番ですね。美味しい、はい、あんまりひどく脂もないし、透明度のある出汁が出ます。わー、きれい、いい香りがします。いただきます。香りは上品で優しいんですけど、口に含みますと1枚でもすっごいしっかり濃いですよね、はい、やっぱりでも削りたて一番、やっぱ美味しいです。香りいいですね。だからその日の分を削って収めてるんですよ。今から皆さんがこれ仕込みに使うわけですもんね。そうですね。和風だし専門店ならではのこんな商品も販売しています。今うちの一番はね、この混合だしパックですね。パックもあるんですね。うちは料理屋さんに納めてるいろんな削りを入れて作ってるんですよ。水に入れて、で5、6分炊いても OK です。かつお節、昆布、サバ、イワシ、タイの煮干し、シイタ、うわすごい、もう自分のところで削るからいろんなもの入れられるんですよね。これ嬉しいですね。いや、毎日ね、このお店に立ってらっしゃって、アルコア中通りの、ね、こう雰囲気をいつも感じてらっしゃると思うんですけど、まずどんな通りですか？やっぱり狭くていい通りと思いますよ。日本的な、ね、雰囲気ありますよね、この商店街、だから皆さん歩いてても。ですよね、両方見ていけるからね。すごい、いい通りと思いますよ。街行く皆さんにもアルコア中通りについて伺います。アルコア中通りはもういつもいらっしゃる？いつも行ってますよ。ぐらーってメガネ橋から回って、もうね、知った
知ったる、なんていうの、昔から庭みたいな感じですね。昔からでも素敵な道ですよね、このレンガの道で。そうそう、すごくいいですよ、ここ。本当に大好きです。うん、車も通らないし、うん、よくこのアルコア中通りに来られるんですか。あ、そうですね、あの子供を遊ばせに行った後とか通って買い物したりとか。両家の結婚の顔合わせを駅弁さんで。どこにあるんですか。中通りの一番奥の端の方の、あと婚姻届を出した後に直後に行ったお昼に食べたお店が横浜中通りの、そこそこやっぱいいですか。あ、美味しい、美味しかったです。中通りいかがですか。ねえ、なんか生活に密着してるね。そこのカステラとかみんな買ったり。あ、どうですか。ニューヨーク堂とか。ニューヨーク堂のカステラを買ってました。なんかアイスが挟んであるカステラとか食べてました。食べてました、食べてました。通りで出会った女性が教えてくれたお店が、創業80年を超える洋菓子店、ニューヨーク堂です。アイスをカステラで挟んだスイーツとはどんなものなんでしょうか。カステラアイスっていうのはどういったものになるんでしょうか。もううちで焼いたカステラに、カステラ自体は長崎カステラのも定番の、あの味なんですけども、いろいろアイスの種類があるんですけどね、こういった。はいはい、ああ、いっぱい種類がありますね。はい、7種類です。あとクルスさんとコラボの商品も、クルスカステラアイスもあります。ちなみに一番多い時でそのカステラアイスは何個ぐらい売れるんですか。店頭だけじゃないので。あ、そっか。長崎県内の観光地様とか、お店にも、売店様とかにも売ってるので、結構な数ですね。年間で言ったら30万個ぐらいです。長崎カステラアイスは、カステラはもちろんソフトクリームも全てお店で手作りしています。そして知る人ぞ知るコアな情報をゲットしましたよ。お店の前にこのソフトクリームのオブジェが出ている時限定で、その日に工場で作ったばかりのバニラアイスを使った長崎カステラアイスを販売しています。出来たてならではの滑らかな食感が楽しめるそうです。出来たて、そうなんだ。わー、ました。すごくカステラの甘い香りがします。いただきます。結構もりっと。すごく懐かしい味がしますね。そうですね、85年前からのレシピを守りつつ、ただその当時よりか材料はよりいい材料を集めて作ってます。自慢のアイスです。周りのカステラはまずふわっとしてるんですけど、アイスと一緒になることによってすごくしっとり滑らかになって、食感もいいですし、そして最後に来るこのザラメのシャリシャリ感が美味しい。ご自身がお生まれになったのはここです。ここ、はい、どうですか、このアルコア中通りっていうのはどんな通りになりますか。観光客のお客様はなんかあの楽しいって言って。でも生まれ育った町にずっと住めるっていうのもいいですよね。そうですね、あのやっぱ電車が通ってる町っていうのはやっぱり好きですね。自慢のアイスで大好きな通りをさらに盛り上げたいそうです。ごちそうさまでした。アルコア中通りを入り口から歩いていると、おしゃれなお店を発見しましたよ。カフェもね、たくさんありますね。肉屋さんもあったり。あら、可愛らしいお店がありますね。あれ、これ前もありましたっけ。お洋服もあったり、帽子、雑貨もあって、あ、アクセサリーもありますよ。可愛いお店。こんにちは。すごく可愛らしいお店ですね。ありがとうございます。で、中もあるんですか。はい、中は奥がカフェになっております。で、こちらは。こちらは洋服だったり雑貨、小物ですね、を扱っております。アルコア中通りに入ってすぐの場所に、去年10月にオープンしたアパレルとカフェの複合店、エムズマーケット。オーナーの伊藤さんが厳選して仕入れた一点物のレディース服や小物、雑貨などのアイテムを販売しています。お店の奥へ進んでみると、あ、またここも広い。そうなんです、意外と半分ないぐらいはこのスペースを取ってますので、
木の椅子ですとか、このこうナチュラルな、ね、色合いの雰囲気で、これは確かに落ち着きそうですね。ちょっと半分家みたいなのをイメージしています。ちなみに、はい、こちらでおすすめのメニューといいますと、おすすめは昨日から焼きリンゴワッフルっていうワッフルを発売しました。試作を繰り返してようやく完成したという新商品、焼きリンゴワッフル、これは楽しみですね。お待たせいたしました、焼きリンゴワッフルになります。ワッフル大きいですね。そうですね。そして上に乗っているのがバニラアイス とカスタードクリームと焼きリンゴですね。リンゴは何を使ってるんですか。リンゴはサンフジリンゴですね。それではいただきます。ワッフル自体はすごく大きいんですけど、サクサクっとしてるの で、ね、なんかペロリといけちゃいそうです。確かにこの焼きリンゴの良さがすごく出てますね。ありがとうございます。美味しい。じゃあかなり結構試作を重ねて、はい、そうですね、試作は2ヶ月ぐらいやったですね。でそれで6キロ太ったんで、このワッフルを作るためにそこから戻らないですね。伊藤さんは今後このお店をぼーっと一息つける場所にしていきたいそうです。アルコア中通りのだいぶ入り口に近いですしね。はい、そうですね、うん、なんでやっぱ入ってきて、あ、なんかちょっとこの通り楽しそうだなみたいな感覚をですね、持ってもらえたらいいんじゃないかなと思ってます、うん、アーケードで多分皆さん歩き疲れてるので一旦ちょっとここで休まれて、はい、また歩いていかれたらいいんじゃないかなというふうに思います。ここで中通り商店街振興組合の代表理事近金さんに現在取り組む新しいことを伺います。去年の12月にですね、中通り商店街青年部っていうのができて、ちょくちょく集まって話し合ってます。そうなんですね。ちょっと覗いてみたりしても、はい、どうぞ。いいですか、はい、大丈夫ですか、はい、青年部の方が集まる場所へ向かってみます。あれ、エムズマーケットの伊藤さんじゃないですか。そして一緒にいる方はどなたですか。こんにちは、近金果実店をやらせてもらってます、はい、近金と申します。こちらの男性は中通り商店街振興組合の代表理事近金さんの息子さん、幸太郎さんです。古くから親しまれている近金果実店のすぐ横に4月にオープンしたカフェペスカの店長も務めています。お店は果実店直営のカフェだからこそ味わえる新鮮なフルーツやカフェメニューを提供しています。なんでまた2人は青年部発足しようかなって思われたんですか。どうしてもこの通りが徐々にその空き店舗も増えてきてますし、それだと僕らも事業してるのでまずいなということで、まあ、青年部立ち上げてこの町盛り上げようぜっていうところから去年の12月にね、そのもう勢いのままに始まりました。通りをより盛り上げるために若手店主など12人のメンバーで結成された青年部、近々計画していることがあるそうです。ちょっと7月7日に、はい、まあ、青年部ちょっと初の企画ということで、はい、近くにちょっと街ぶら広場っていう広場があるんですけど、そこをまあ借りて音楽イベントだったり、うん、マジックショーだとか、で子どもちゃんが楽しいようにあのスーパーボールすくいとか、ああいう、ああいうのも、はい、あるので、なるほど、こうチラシも手作りですね、はい、もうなのであのデザイン料とかを一切かけずに、はい、なるべくお金かけずに、はい、まあ、お金かけずというか、お金ないとね。ちょっとね、僕らの、 あの青年部の活動費がまだまだないので、そっかそっか、ちょっとね、募金お願いします。それも大事ですよね。青年部がイベントを開催する場所へ案内してもらいます。ちょうどこれが諏訪小学校。そうですね、諏訪小学校です。で、こちらになります。ここ、はい、うわ、すごい、なんかすごい
整備もされてて、そうなんですね、綺麗ですね。もうベンチもあったりして、今の時期やったらやっぱこうアジサイとかもすごい、すごくあのツツジもアジサイもあるので、ね、手入れされてて、こんなに街の中なのにこんな広場があるって知らない方も多いんじゃないですか。そうですね、もうそれが一番大変なんですよ。逆にね、この場所のその周知っていうのがまだやっぱりされてないっていうのがですね、一番は課題ではあるんですけど、皆さんにこう認識していただければ、ここを十分に活用したイベントができるんじゃないかなと思って。アルコア中通りの未来を担う伊藤さんと近金さん、今後の目標は？昔からあるお店、昔から知ってる方もちろんいますけど、どんどん新しいお店もできてきてですね、もう初めてここを歩いていただいている方、その方たちにもやっぱり中通り商店街を知ってもらって、ここにはいろんなものがある、いろんなショップがある、来年400周年ということで盛り上げていって、で若い方たちにもやっぱり来てもらう、それが願いですね。長崎の金曜朝はトコハピ、チャンネル登録お願いします。番組も見てね。